ディノケファロサウルスは三畳期の中国に生息していた水星の化石爬虫類の属の一つ。2002年に奇襲症、万県の新民豪金校から発見された。生体創造図胴体の2倍以上に伸びた首を有する原始竜類として、本属はよくタニストロフェウスと比較される。タニストロフェウスの首が12個の長く伸びた頸椎から構成されているのに対し、 本族の首には少なくとも25個の頸椎が存在する。これらに族の首が伸長していることは修練進化の結果であると考えられている。タニストルフェウスの首の用途に関しては議論があるが、本族の首は獲物の捕獲に用いられていたのであろうと考えられている。ほとんどの原始流類が陸上生活に適した骨化した獅子を持つのに対し、本族の獅子は 他の水生子息動物と同様に養形進化の形跡が見られる。完全に水生生活に適応した原始流類として本属は唯一のものである。2017年2月の時点で本属は原始流類に属するとみなされている。眼下から粉担に向けて尾光付近がへこんでいることはタニストルフェウスとの共通点である。他の原始流類との共通点としては 形椎と、ケイア薔ラの接合部の構造、を、頸椎が7個以上であること、頭骨の構造などがある。2017年の系統解析では、原子流類の中の本属の位置に関して、次のような結果が得られた。透明度の低い浅瀬に生息し、魚やイカを食べていたと推定されている。近年、ペルレールスモクパーライデフォームズの魚類化石が、本属化石の腹部から発見された。 骨盤に体重を抱えた化石が発見されており、これは本属が体制であったことを示唆している。メトリューリンクス化に体制の可能性があることを除けば、本属は最初の体制主流系類である。男性という形質は原始的な主流系類から受け継がれた祖先形質であり、本属が体制となったのは完全な水性生活という特性による制限が原因である。 ことが示唆されている。ありがとうございます。